92式 10cm カノンは1930年代初期に大日本帝国陸軍が開発、採用したカノン。俗称は92式 10cm カノン砲。ノモンハン事件、日中戦争、第二次世界大戦における帝国陸軍の主力 10cm カノンとして主に野戦重砲兵が運用した。14年式 10cm カノンが バンバ牽引を可能とするため、多少性能を抑えて設計されたのに対し、牽引者による自動車牽引専用として、機動力及び威力の増大を図ることを目的として開発された。九百二十三年、十四年式十セン 10cm カノンの仮製式制定と同時に開発案が出され、九百二十四年六月二十三日付の三大三百七十二号研究方針で、 要求仕様が固まり、1925年2月19日付、陸広市第553号をもって法の姿勢から、審査が決定した。1927年に姿勢法が完成したが、法列放射重量は、容器用2 7 5ラム超過して課題であり、また当初の射程要求1万5000メートルのところ1万7500メートル以上に、延長の要望が出てきたため、 改めて単肉事故禁縮方針などの新技術を適用して研究をまた行することとなった。1930年に研究が再開され、新姿勢法は1932年に完成、1934年に長方針に変更されて、翌1935年に92式10センチメートルカノンとして正式制定された。一連の帝国陸軍の火法は、 機動力を重視しているため、本法もこのクラスのカノンとしては、比較的小型軽量の部類に入る。むしろ軽量化のあまり各部の強度は、不足しており、ノモンハンでは、最大射程で連射した結果、脚部を接損する方が続出した。これは、本邦が長射程のため、演習場の広さが足りず、一号創薬での実弾射撃演習をほとんど行わないままであった。 ことから見過ごされていたものだが、その後の生産法では改善されている。また、これも軽量化を狙い、長射程カノンでありながら、中退期も方針の下の一組しかないことから、後座長が長く、このため、最大行格は45度だが35度以上の行格を取るには褒美かの地面を掘って、揺らか交担及び褒美をクリアランスせねばならない。閉鎖期は段格らしき。 装填は分離薬等方式で、装薬は3号体上薬を使用し、首脳と副脳の2段に分かれている。副脳を外さずに装填するのを1号、副脳を除去して装填するのを2号と称し、これにより強弱2種の装薬を使い分けていた。それぞれ段種別に車票が用意され、不行格の組み合わせにより、射程だけでなく弾道特性、 射撃目標の性質によっても使い分ける。1号創薬は、方針保護のため、平時はなるべく使用しないこととされていた。走行貫徹能力の数値は、射撃対象の走行版や実施した年代など、試験条件により異なる。陸上自衛隊幹部学校選手協官室の所蔵資料であるこの絵第三師団の調整資料、現有対戦車兵器資材攻力外見表によると、 Q20 下の鉄鋼弾は、射距離100メートル、貫通行異多百175ミリメートルとなっている。10センチメートルカノンは、野砲、軽榴弾砲、三砲などの警砲を主に運用し、四段霊下となる野砲兵連隊や山砲兵連隊といった四段砲兵とは異なり、軍直轄で運用される軍砲兵たる野戦銃砲兵連隊で運用された。 1930年代以降の野戦重砲兵、連隊は基本的に本砲や重流弾砲たる96式 15cm 重弾砲を運用していた。なお、重カノンたる89式 15cm カノンは同じ軍砲兵である独立重砲兵大隊が主に運用されていた。本砲の偉陣は1939年の野門藩事変であり、 16門を装備した野戦銃砲兵第7連隊が従軍している。10センチメートルカノンは、実家の通称で砲兵から親しまれ、野戦銃砲兵中最大の射程を活かして、第二次大戦終戦に至るまで、各方面で活躍した。なお、ガダルカナル島の戦いでは、野戦銃砲兵第4連隊の96式15、竜と共に野戦銃砲兵第7連隊の本砲が、 投入されており、火砲を徹底的に偽装した上で、カノンの低身弾道の良さと長射程を生かした散発的な嫌がらせ砲撃を、アメリカ軍制圧下のヘンダーソン飛行場に対し行ったことから、海兵隊にピストルピートと呼称されている。本砲は95式重戦車の車体を利用した自走砲に搭載され、1943年に試験を行っているが、 速度の低さから、開発中止になった。佐山二郎、日本陸軍の火砲不評法対戦車法ほか374ページ。佐山二郎、日本陸軍の火砲や戦術法規法ほか91ページ。弾頭と薬莢が別。竹内明、佐山二郎、日本の大砲出版共同社、P108、白井明夫、日本陸軍、戦訓の研究94ページ。 107ページ14年式10センチメートルカノンも引き続き使用されている。他に91式10センチメートル縦弾砲は10竜、96式15センチメートル竜弾砲は15竜など、ありがとうございます。